皆様こんにちは。旅と旬のウォーキングスポット、食べ歩きインゲンです。今回は中目黒にやってまいりました。グルメの名店が集まる中目黒、今回は特に駅近便利、デートや女子会にも使える、おしゃれで老舗の名店からコスパがいいお店まで、特に雰囲気とお値段を両立するお店を厳選して11点、値段メニュー付きでご紹介いたします。このチャンネルでは無料や穴場、格安などお得なお出かけ情報もご紹介しています。行く前に聞き流すだけでわかるような説明を心がけています。皆様のお店選びの参考になれば嬉しいです。まずは駅の改札を出て右、中目黒ゲートタワービルの下にもツタバがあるんですよ。駅を降りて正面の蔦屋書店のスタバはいっぱいでも、こちらは空いている穴場。この先にあるのが目黒銀座商店街です。ここまで徒歩1分もかかっておりません。大通り沿いのお店に目が行きがちですが、一本奥に入った通りにコスパのいいお店が実はいっぱいあります。何分炎天下を歩かなくていいのは、お互いに無理なく会えますよね。この通りですぐに目に入るのはコロッセオさん。通り過ぎてしまいそうですが、この階段の2階にあります。ランチは単品のパスタが1000円から、コースも前菜メインドルチェドリンク付きで1637円というコスパの良さ。特筆すべきはそのボリューム。男性でも食べきれないほどのお肉が出てくることもあります。カフェ飯では足りない方に、大変コスパの良いお店として大食いの私もよく伺います。オープンキッチンで雰囲気もいいので、中目黒らしいおしゃれ感をお求めの方、失敗したくないならおすすめ間違いなしです。この区画は名店揃い。その隣の隣にあるのがベトナム料理のバインミーバーバーさん。ベトナムサンドイッチのバインミー、米粉の麺のフォーなども750円からいただけます。バインミーはハーフサイズもあるので、フォーとバインミー、そして練乳入りの甘いベトナムコーヒーも、さらにデザートのチェーをいただいても1000円台でお釣りがきます。ベトナムビールのバーバーバーもありますよ。ヘルシーさも両立されたい方に、昨今海外旅行もなかなか行きにくいので、こういうお食事を楽しむのも楽しいかもしれません。店内の席数は少ないですが、テイクアウトのお客様が多いので、テーブル席は空いています。ちょっとした待ち合わせにもいいですよ。この角を左に曲がったところにも名店がずらり。この道をまっすぐ進み、次の通りを左に曲がります。こういった細い通りにも名店があるのが中目黒の特徴。ここは道路を挟んで名店があります。その中から2点ご紹介。まずはこちら、ピザの名店聖林館さん。なんとピザはマルガリータとマリナーラしかない潔さと自信。1枚1650円、100名店にも選ばれています。その向かいにあるのが老舗の洋食屋さん、キッチンパンチさん。オムライスは1050円、ハンバーグの目玉焼き付きは1200円、カニクリームコロッケにメンチカツが付いたものは1150円。ついついいろんなものを乗っけてカスタマイズしたくなってしまいます。この通りの入り口にあるのがスリランカ料理のセイロンイッサン。激戦区の中目黒で創業32年、都内でもスリランカ料理というと名前が上がる名店です。ここは5種類のスリランカ料理が食べられるスリランカプレット1490円がお手頃で有名です。その対面あたりにあるのが中華料理の小門さん。小籠包がついているお得なセットが1000円から、中華街まで行けない方も貴重な中国がゆがいただけます。さて、バインミーバーバーから目黒銀座通りに戻ります。ここをまっすぐ行くと左にあるのがベーカリーカフェトラスパレンテさん。こ
ここはお惣菜系のパンが大変美味しいです。お茶をした後、帰りにちょっとパンを買って帰ったり、手土産にお渡しするのも両方叶えられます。またバインミーバーバーの角に戻り、駅に向かいます。駅の高架が目印。ここまで来たら高架をくぐらず左に曲がります。大行列の名店、東京台湾さんです。店内の内装に驚いてみてください。中に入れば海外旅行気分。ルーローハンともっちもちボリュームありの水餃子が本当に美味しいんです。ルーローハンと水餃子、お茶もついて1100円という安さ。前菜も美味しかったです。デザートに豆腐もいただけます。こういった会話のきっかけにもなり、話題性もあり、雰囲気や味、お値段も両立するお店をご紹介して皆様のお役に立ちたいな。東京台湾さんの隣にはスペシャルティコーヒーの名店、オニバスコーヒーさんもあり、テラス席や落ち着いた雰囲気の2階で食後のコーヒーをおしゃべりしながら楽しむこともできますよ。高架をくぐって右に曲がります。中目黒は食後のコーヒーも充実しています。こちらは注文焙煎の店、豆虎さん。テイクアウトのコーヒーは平日250円、ボトルのアイスコーヒーは695円、ブラウニーは270円、水出しコーヒーゼリーもお手頃価格なので、ちょっとした手土産にもいいですね。くまちゃんのクッキーがついたモカリッチソフトは400円です。どのお店も駅から 1,2 分以内なので、まず駅に戻り、今度は横断歩道を渡ってみます。渡るとすぐに蔦屋書店とスタバ、そして大行列のアイムドーナツさんがありますね。アイムドーナツさんを過ぎて左に曲がると東急ストアさん、そのさらに奥に行くと、ドラマのロケなどにも使われたことがあるおしゃれなカフェ、フレイムスさん。ここは店内が広々としていて席数もあり、混んでいることが多い中目黒でも着席できてゆったりくつろげておしゃべりもできる穴場。ランチもドリンクバーがついて1300円、パンケーキはお茶の時間にぴったり。そしてその下には、地下にあるせいか穴場の隠れ家的メキシカンカフェがあるんです。ランチはふかふかのソファーに座って800円から。恵比寿のロジカフェさんの名物ブラウニーもこちらでいただくことができます。橋を渡って川沿いを歩くのも心地よいですよ。駅に向かって戻る川沿いにあるのがアルハテーブルさん。ロコモコは1150円、パンケーキも1380円でいただけます。さて皆様、今回もお楽しみいただけましたでしょうか。今回ご紹介したお店は駅地下で、どれもそれほど歩かなくて済むお店ばかり。お値段も1000円台で、会話も楽しめて雰囲気と味も両立するお店をご紹介いたしました。大事な方と楽しい時間を過ごす際の手助けになれば幸いです。他にも恵比寿、築地、原宿、表参道、横浜中華街などの食べ歩き動画もあります。概要欄に貼っておきます。よかったらまた来てくださいね。